さんおはようございます。いや、もうバキバキですね。もうちょっとね、やばいですね。いや、本当に全身痛すぎて動けないですね。なんかあの、ああの、すぐ来た筋肉痛もあって、後から来た筋肉痛もあって、二重ですね。<laughs> もうね、痛すぎっすね、全身。やばい。 でもあの、年取ると筋肉痛が遅れてくるっていうじゃないですか。今回は、すぐき、すぐ来る筋肉痛と、後から来る,る筋肉痛、ダブルパンチですね <laughs>。めちゃくちゃ痛いっすよ。まあ、卓球ごときですけど、まあ卓球もね、結構し、結構、いろいろ使うんでしょ、筋肉。卓球も結構使うんですよね。やっぱね、卓球、僕ね、卓球って、 すげえまあ今はわかんないですけど、なんかあの昔ね、なんかこんななんんんかかこそのすごい暗いスポーツで,で、卓球みたいな。あんま言いたくなかったんですよね。なんかその卓球みたいな。なんかサッカーとか、なかバスケとかだったらあれじゃないですか。卓球って疲れんのみたいなねいや。疲れますよ。<laughs> 疲れるというか、めちゃめちゃ結構筋肉使いますし。あの えぐいっすよ、まあ。日本一の練習をして、あの、してみてくださいっていう <laughs>。日本一の練習とかにしてみましょうか。いやね、死にますよ。普通に <laughs>。普通に死にますね。うん。まあでも伝わんないっすよね。だって、そんなラリーも続かないし、なんだろうな。そう、ラリーも続かないですよ、そんなに。 見た目はね、見たくれ、ね、あんまよくないですよ。ラリーがね、ガンガン続けばね、あれなんですけど、でテニスとかでかいから、なんか、なんか、すごい、なんか疲れてる感出るじゃないですか。卓球ちっちゃいからね、だから、まあ試合で卓球はね、あんま疲れないかな。まあ何試合もすれば疲れるけど、練習はきついんですよね。見えないんですよ。見えない辛さ、いってらっしゃい。